MacBook Pro 16インチ2019。当時の MacBook のフラッグシップモデルです。16インチの 3K レティーナ大画面を搭載し、全部盛りで注文した場合のスペックは、CPU、Intel Core i9、Octa-Core、GPU、AMD Radeon Pro 5600M、8GB V RAM、メモリ、64GB DDR4 オンボード、ストレージ、 8TB オンボード。ノートパソコンとしては恐ろしいほどのスペックです。全部盛り価格は、当時で約65万円でした。この個体の症状は、起動しません。今回はこの MacBook Pro の修理にチャレンジしていきます。電源プラグを挿してみると、電圧は 20V、 電流値も上がってます。トラックパッドのクリック感があります。感圧式のトラックパッドは、電圧がかかるとグリップ感が出るようになっています。SMC リセットをかけてみます。反応がありません。電流の値を観察していると、途中まで起動して、落ちて、それを繰り返してるようです。まずは分解して内部を調べてみます。このような状況の場合は、メインの電源レールは正常で、その先に異常があることが考えられます。作業に取り掛かる前に軽く中を掃除します。内部の電源レールの電圧を測ってみます。メインの電源レール、PPBUS-G3H の電圧がちょっと低いようです。バッテリーでも悪さしてらべが、バッテリーを切断してみます。今度はメインの電源レール電圧が正常です。 5V 電圧も正常です。 3.3V 電圧も正常です。もしかしてバッテリーを切断した状態なら起動するんでねべが。残念ながら、起動しませんでした。ロジックボードを取り外して、もう少し詳しく調べてみます。ロジックボード表面を目視で確認します。目視で異常が見つかればラッキーなのですが、特に異常なところは見当たりませんでした。このモデルでは SSD 回路のトラブルがよく聞かれます。まずは SSD 回路付近を中心に調べてみます。
早速、何度チップ用の電力レール電圧がおかしいです。ここの値は 2.5V あるはずだけど、0.16V しか出ていません。ショートしていないか、抵抗値を調べてみます。ショートしてられらー。今測定したポイントは、何度チップの電源回路上にあるインダクタの端子です。この2つのインダクタを取り外して、原因箇所を絞り込んでいきましょう。何度チップ側がショートしています。ショートの原因は何度チップ回路側のどこかにあります。ショートしてる回路に安定化電源で低電圧をかけて、ショートしてるチップを発熱させて炙り出します。冷却剤を吹きかけて溶け具合を観察します。電流値を少し上げて発熱を高めてみます。C9588 SSD 何度チップの電源レール上にあるバイパスコンデンサです。取り外してショートが解消されるか確認してみましょう。ビープ音が鳴らなければ、ショートが解消です。ショートが、解消されました。取り外したコンデンサチップが、ショートしていれば、原因が確定します。こいつが原因で、確定しました。不良コンデンサの交換と取り外したチップを復元していきます。通電してみます。煙が出ませんように。電圧が 2.5V 出ました。煙が出ていません。
み立てて動作確認をしてみましょう。充電してみます。ここでも煙が出ませんように。ファンが回りました。電流も十分に流れてます。起動しました。煙も出ていません。起動はしたものの、実はまだ少し動作がおかしいところがありました。画面を閉じると電源が入る。タッチバーが表示されない。 SMC リセットをかけると電源が入らなくなる、などなど。今後、時間を見て原因を調べてみたいと思います。とりあえず、今回の起動しない症状については修理が成功しました。いやー、いがらたいがらたー。ご視聴ありがとうございました。これからも修理にチャレンジして、いくどー。へば、まだな。